こんにちは。FF14 完全ソロプレイ中のミンです。今日は新ディワイヤさん討滅戦に行きます。ここを普段は銀融詩人の今レベル57、アイテムレベル111なんですが、ソロで行きたいので、冒険録を使った白魔導士レベル70、アイテムレベル398で行ってみたいと思います。ではまず、ジョブチェンジします。はい。で、人数制限を解除します。で、この状態で、新ディバイアさん討滅戦いきます。ディバイアさんは初めて、なんか船になんかなんだっけ、何かを乗せて反対属性のやつ、それを使うかもって言ってたけど、大丈夫かな。なんか防がれちゃってる。海が綺麗。怒ってる、めっちゃ怒ってる。さて、とりあえず行ってみる？よくわかってませんけど。どっか行っちゃった。危ない。なんて？なんて？これ壊した方がいい？水たまりができたけど。何？危な。危な。いた。何かが発動か。これ。発動しといた。とりあえず。
ですか。あ、防げたってことね。オッケーオッケー。危なーい。倒したみたい。よかった。宝も何もないけど。倒せました。よくわからないまま。では脱出しまーす。